チェーザレ・シエピ、チェーザレ・シエピは20世紀のイタリアオペラ界を代表するバスカッシュ。奥行きの深い声を響かせるとともにバスカッシュとしてはケウナ、軽やかで柔軟な歌唱を両立した美声と優れたテクニックであらゆる役柄において高い音楽性に裏打ちされた解釈を聞かせた。長身の舞台映えする外見も含めて 世紀のドンジョバンニとして今なお理想的な歌手と目する人も多い。ミラノに生まれる。少年期から記事のマドリガルグループに参加し、オルガン奏者としても巧妙なチェーザ歴エーザに支持するなどし、18歳でフィレンツェでの声楽コンクールに優勝する。コンクールの直後に北イタリアのスキオでリゴレットのスパラフチーレ役でデビューする機会を得るが、ドイツ軍の占領により、 スイスに亡命したため本格的なキャリアは戦後に開始される。1946年1月のベネツィアのフェニーチェ劇場でのベルディのナブッコのザッカリア役で大成功を収めると、同年3月にはミラノのスカラザ主催のコンサートのソリストとしてデビューした。その後スカラザには立て続きに出演することとなり、8月にはベルディのアイーダのラムフィス役、 さらには12月の、ナブッコのザッカリア役では、シーズン開幕公演の主役級の役を務めるなど、芝叩く間に、第一級のバス歌手としての評価を固めた。1948年6月10日のスカラザにおける、作曲家のアッディーゴ・ボーイトボツ後30周年、記念公演では、アルトゥーロ・トスカニーニの指揮のもと、メフィスト・フェレの表題役、ネローネのシモン・マーゴ役で出演しており、 実況録音も残されている。1950年11月6日には、マッカーシズムの影響で、ボリス・クリストフのアメリカ入国が困難になったことを受け、急遽、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場に、ベルディのドン・カルロのフィリッポに0役でデビューする。全米に TV 中継もされた、初日の公演は大評判を呼び、続けて、 ロッシーニのセビリアのリハチ氏のドンバジー良役、グノーのファウストのメフィストフェレ役でも成功を収め、イゴド道劇場には1973年まで18の役柄で488回の出演記録を残している。また、デビュー直後の1951年1月27日には、カーネギーホールでのベルディ没後50周年記念のトスカニーニ式のレクイエムに、 ソリストとして参加している。1953年にはザルツブルク音楽祭にフルトベングラー式によるモーツァルトのドン・ジョバンニ公演の表題役として招かれた。翌年にも再演されるなど大評判を取り、パウル・ツインナー監督による映画制作も行われた。同音楽祭ではフルトベングラー没後の1956年にもミトロプーロス式のもとでも 同役を歌うなど、ドン・ジョバンに歌いとしての名声を確立した。1960年代以降もメトロポリタン歌劇場、コベントガーデン王立歌劇場、ウィーン国立歌劇場を中心に世界的な活躍を続け、1994年11月13日のウィーンでのベッディーニのノルマのオロベーゾ役を最後に引退した。レコード録音はイタリアオペラを中心にデッカ、チェトラ、 RCA, CBS などに残している。中には、コールポーターの曲集、自身を主役にしたブロードウェイミュージカル等も含まれる。2010年7月5日、アメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタにて逝去、87歳ーツありがとうございます。